この事業を通して自分を知っていただくということを狙いとして考えています。感じ方とか考え方とか、こう知らぬ知らぬ間にこう自分の中でこう固まっているというか確立されたものがあると思いますので、ちょっと見つめ直してですね、で逆に見えてなかった部分を改めてこの事業を通して再確認をしていただきたいなというところが、まあ今日の事業の大きなポイント。学生の中には大学を卒業して来られる方もいたりですとか、あとは実際に医療とか福祉を学んでいる方でさらに専門性を深めたいということで来られる方もいたり、定年後の第二のキャリアを積むということで学びに来られている方もいます。自分を知ることの大切さは、まず一つは自分自身が援助の資源になるということですので、その部分で自分の考え方、価値観とか傾向なんかが大きく影響されますので、そういう部分でまず自分を知って、まあ、欠点を直すということではなくて自分を見つめ直す、でまた新たな部分を広げていくということをしていただきたいと思ってます。愛は弱いって言います。でも世界平和大事。そうなんですよね。あ、素晴らしい。そこから始まると、いろんなことをしていく中でこう変わりてるんじゃないかという考えなので、自分の中で生きててなんかこれは大事だっていうのもありますよね。順番は別としてもここはすごい大事、大切にしたいなってこう思う。自由が一番だ、健康が一番だ、楽しさが一番だっていう部分がグループが一番と違うので、これはどこを1位に持ってくるか。で自由と楽しさでここまで意見が分かれてるから健康が一番なんじゃないかなって、この3グループまとめて考えると1位かなって。要はこれだけしかいない、これだけかもしれませんが、この人数でいろんな議論を1個のテーマで議論するとこれだけ決まんないっていう、皆さんの参加型でこう意見を言い合えるっていう環境が非常に大事かなと。やっぱりソーシャルワーカーですから、どちらかといえば体を使う仕事というよりも言葉を使う仕事ですから、やっぱりこう発言していく、そして相手の話を聞いていくっていう部分が、まあ、非常に大事じゃないかなと思います。肩に力が入ったりですとか、まあ、ストレスがかかったり、なかなか自分を出そうとされない方が、この演習の授業を通して少しずつ自分を見つめながら自分のキャパを広げていくことで、ありのままの、そのままの自分でいいんだよっていう部分を認めながら社会に出てって、まあ、時には苦しんだり時には悩んだり、もちろん喜びもあったり楽しみもある中で、自分自身が辛いなと思った時にもそれをこうパワーに変えられるようなタフなソーシャルワーカーになってほしいなと思います。